私たちが求めてるものって作れるのかってことをゲノム編集生物っていうのは機能欠損品種と僕は言わざるを得ないんじゃないかなと思うんですよね。地域で使える種をしっっかり守っていくで、えー、今日のゲノム編集なんですけども、まあ、この放射線育種の問題もゲノム編集の問題も共通しているところがあるんですよね。それ何かというと 遺伝子ぶっ壊して新しい品種を作るっていう考え方なんですね。で、それで本当に私たちが求めてるものって作れるのかってことを、を僕はまあ結論から言いますとそれはできないと考えています。なんでできないのか、ちょっと今日はあの、えー、細かい話もちょっとしたいと思っているんですけども、まずこの遺伝子を操作して、えー、まあ作物を作っていくこういったものが出てきたっていうのはいわゆる 遺遺伝伝子子組組みみええ大豆、この大量栽培始まったのがちょうど27年前1996年に端を発するんですよね。この時から、まあ、急激に世界は遺伝子操作の時代に入ったって感じで急激に増えてきたけども実はこれもう頭落ちになってきてるんですね。でこれ頭落ちになって遺伝子操作じゃうまくいかないんじゃないのって考える人が多くなってきた。 ところが、まあ、遺伝子組み換え企業は、まあ、その間にね世界の種の市場を独占して、まあ、世界の食にね大きな影響力を発揮するそんなところまで来ました。彼らがやると思っているのはこの遺伝子組み換え大豆とか遺伝子組み換えトウモロコシあとコットンとかナタ種ナとかで出てきましたけれどもこれが何で広がり止まったのかっと時に。 彼らはこれまでの遺伝子組み換えっていうのは政府に申請して承認もらってそれからまあ流通に入るこれまでに何年もかかるそして流通するときにはこれ遺伝子組み換え使ってますそういう表示しなきゃいけないだからこういう表示をされさてるからこの伸びが止まったつまり市民はそれを見てあ,あ食べたくないや こううやっっってて選べるようになってしまっただから今度はどうするかっていうと規制もさせない通るあの申請として政府に承認してもらう必要もないそれからこの、まあえー、あと表示もしなくてもいい、まあ、そういったものをね作ろうとしてきたちょうどそのものにぴったり合ったのはこのゲノム編集技術というものだったんですよね。で今このゲノム編集技術,に技術に関してはマスコミで あのすごい情報が随分出てまして、なんかねこの30年間の間にマスコミが随分変わったんですよね。30年前っていうのは遺伝子組み換えに対しても市民がやった活動を新聞が報道するっていうのは頻繁にあったんですよね。そしてあのその頃まあ、今もそうだと思いますけども農家の人たち過激であの遺伝子組み換えのね。 栽培ををするところを乗りつけて無理やりそれをね抜いてしまうとかね実力行使で止めるそんなこともしてましたそしてそういったことがニュースになってアイデンシクてカエテそんなの嫌だねそういったもので日本政府はやっぱり栽培許可するのよそそんなふうになってきたんですよねところが今はもうそんなあ骨のあるマスコミっていうのはなくなってしまった。いくら私たち活動をやっても 報道されないんですよねだから問題だ問題だっつってもあのそれは報道されないでそれとは全く関係ない推進側の、まあ、主張ばっっかりりがあのこううやって、ね、マスコミにに流れるようになりましたその中で例えばゲノム編集は外来の遺伝子入れてないからこれ遺伝子組み換えじゃないよとかあともっとすごいのはゲノム編集は自然と区別できないよっていうのがあるんですよね。 これはちょっと驚くべき言葉で、遺伝子組み換えが出てきた時は遺伝子組み換え企業はどうやって正当化したかっていうと「遺伝子組み換え食品と従来の食品は実質的に同じです」「実質的同等性」っていう言葉がねつ造されたんですけども科学的根拠はこれないんですけどもその「実質的に同じです」って言ってたのが今となっては自然と区別できないようになっているんですよね。 じゃあ本当に自然と区別できないのかちょっと見ていきたいと思うんですけども、まあ、遺伝子操作どうやってやるのか遺伝子組み換えの場合はこういう方法が使われますこの、えー、これですねこのみみみ皆さんから左側ですね左側のこのパーティクルガン法これ何かっていうと銃みたいな格好をしてますよね何にするのかっていうと弾丸の中にやっぱだ銃なんですよねこれね銃の中に弾丸銃だから弾丸があります 弾丸の中に大腸菌の遺伝子とかねあるいは土壌細菌の遺伝子の一部つまりその遺伝子組み換え大豆に入れたいそういう遺伝子を弾丸に詰め込んでズドンと打つこうやってあの大豆とかトウモロコシに入れていくこういったものがこのパーティクルガン法っていうものです銃みたいな格好してないものも使われる時はありますけども、まあ、原理としては弾丸ですよねピストルで打つようなそういうものですそれからもう一 これががが別のもののもああって、このアグロバクテリウムというのがあります。これ何かというと銃の代わりにこのアグロバクテリウムというまあこれ一種の細菌ですね細菌にこの遺伝子を運ばせるんですねつまり大豆の細胞をこのアグロバクテリウムに感染させるんですそうするとこのアグロバクテリウムという細菌がこの大豆の遺伝子の中にこの遺伝子を入れてくれるんですね こういうういい働きををするるものがあるここやってて遺伝子を入れていくこんな形で遺伝子ってかあの入っていくのかよって感じなんですけどもそんな形で入れていくで最後のこれ何かっていいますとこれはマイクロインジェクション法これは動物の場合ですね受精卵に細い管で遺伝子を挿入するこんな形で外来の遺伝子を入れていくでこれが遺伝子組み換えはこうやって作ります。 じゃあゲノム編集どうやって作るんだってことなんですけども。全く同じなんですね。だからゲノム編集は遺伝子組み換えではないって言ってるけども。実質的にその操作方法は全く同じなんです。ただゲノム編集と遺伝子組み換えでは入れるものがちょっと違うんですけども。基本的に同じ方法を使って遺伝子操作していきます。となると。ゲノム編集は政府は。 遺伝子組み替えではないって言ってるけども、そんなこと言えるのかっていう話になります。実際にこの遺伝子従来の遺伝子組み換えとゲノム編集を比べてみました。そうすると実際にですね。これ、遺伝子を入れることに関しては両方とも入れてるんですよね。これ入れないとゲノム編集そのものができませんから、これは遺伝子外来の遺伝子入れてるんです。 例えばゲノム編集の時は一番よく使われるのがクリススパー・キャス9というものが使われます。このクリスパーキャス9って何かっていうとこれはねそれを入れてこのゲノム編集するものなんですけども、まあ、従来の遺伝子組み換えこれもバクテリアを入れることが多いですけども、まあ、実際そういったものが入っているだからこの入れる点においてはこれは全く同じ遺伝子操作技術だと。 言わざるを得ないんですよね。でもこれだったらゲノム編集って遺伝子組み換えでないって言えないですよね。遺伝子組み換えじゃないですか。なんで政府はゲノム編集は遺伝子組み換えでないっていうふうに売ってるのかっていうとこんなからくりがあります。って言いますのはこれ従来の遺伝子組み換えっていうのは例えば土壌細菌の遺伝子の中にはえ土壌細菌の中には 虫を殺す毒素を作るそういう能力持ってる土壌細菌がいるんですよねそしてその遺伝子も特定されていますだからその遺伝子をトウモロコシの中に入れると同じ毒素がトウモロコシの中で作られるそんな形になるわけですねだからこのその機能土壌細菌の遺伝子が持っている機能を加えることによって新しい品種を作り出すこれが遺伝子組み替えです これに対してゲノム編集は何をするのかっていうとこれはですね同じようにね外来の遺伝子を入れるってこともできるんですけどもこれやってしまうとあ,あ遺伝子組み換えとゲノム編集全く同じじゃない規制突破でできないですよね。だから今はこのゲノム編集っていうのは外来の遺伝子を入れる入れたまんまにして新しい機能を追加するっていうことは禁じ手にしてるんですよね。や,らやってないな 何をしているのかっていうとゲノム編集っていうのは実は大豆とかトウモロコシとかその生物が持っている遺伝子の一部を壊す機能があるんですね。壊したもの壊,して壊すためにこのウイルス由来の遺伝子とかを入れるんですけども壊したあとはもういらなくなっちゃうと。だからどうするかっていうと戻し交配でで削除する、取る取んです、ね、ああゲノム編集食品っていうのは遺伝子組み換えと違って。 一旦入れるけども終わった後抜くのねだったら従来の遺伝子組み換えよりも安全そうだよねよかったっていうふうに思うかもしれませんけども残念ながらそうはいかないんですね。なぜかっていうと従来の遺伝子組み換えっていうのは先ほど言ったように土壌細菌の遺伝子を入れるそうすると土壌細菌の遺伝子っていうのはトウモロコシが生きてる間はずっと生きててて そのトウモロコシが食べられたらすぐ虫を殺さなきゃいけないからその中で生き続けるわけです。だけどゲノム編集の場合はこれこの遺伝子をぶっ壊すわけですね。壊したあとはこれいらなくなるわけですね。だから取ってしまう。ってことは取ってしまったあとはなくなってるからいいって言うんだけどもこれ何をやるするかっていうとゲノム編集の時は特定の遺伝子というのを壊しちゃってるんですよ。従来の方は 外来の遺伝子を入れてそれが活躍するようにはしてるけども壊すことはしてないんですよね。で壊すときに実は大変なことが起きているってことが最近の研究で指摘されるようになりました。まあ、後で詳しく言います。だからこの点において言いますとゲノム編集っていうのは従来の遺伝子組み換えが持ってなかった危険を持っているとそういった面があり得るってことなんです。 あり得るじゃなくてちょっとしっかりしろよって言われるかもしれませんけども残念ながらこれれのの検証といいうものは世界中で行われていません今考えられているのはこのような危険があるこのような危険があるそのような危険を後で説明しますけどもそういった意味でこのゲノム編集っていうのはこの実質的に遺伝子操作同じ遺伝子操作技術であって遺伝子組み換えよりも安全というふうにも言い切れないということを押さえておいてください。 じゃあ、このゲノム編集で一番使われます。クリスパーキャスナインっていうのがあります。これ、一体どういうものなのか、ちょっと見てみたいと思います。クリスパーキャスナインっていうのは、実はこれから来ました。これ、何かっていうと、宇宙船みたいな格好してますけども、実はこれはウイルスなんですね。新型コロナウイルスとは全く違うような、あの、形してますけども、これ、何をするのかっていうと、これは人間は襲いません。これは。 細菌を襲う、えー、そういうウイルスになってます。で、彼らはウイルスっていうのは自分で自分の子供作れません。だから新型コロナウイルスも同じですけども、もう取り付いてきて、そして自分のこの、D、あのまあ RNA 遺伝子を他の生物に入れるんですよね。バクテリアとかあと植物とか動物とか、えー、人間、みんなこれ自分の体内で どどどどん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 遺伝だから自分で、ね、自分の子供もを作れないからそれを他のものに取り付く取り付いて他の生物に自分の子供を作ってもらうこれが感染ですよね。でこうやってこのウイルスは自分の遺伝子を入れてバクテリアの中で自分の子供を作らせてバクテリアは死んじゃうけどもウイルスの子供が増えていくとこんな仕組みになっているわけです。 でこうやってバクテリアはほとんどが死んじゃうんだけども中にはしぶといいバクテリアもいるんですよねそれはこれ生き残るわけです。で一旦これ生き残ったバクテリアは同じウイルスにはあの強くなるもうかからないそういう性格がある。何でかっていうと実はこれは一旦襲われたこのウイルスを覚えておくんですね。何ののために覚えておくかというとこのクリスパーって言われる 遺伝子なんかも、ね、そういうものを入れとく部分にですねクリスパーという部分があってここにこのウイルスの遺伝子の一部を切り取って入れとくんですそうすると同じウイルスが近づいてくると入ってくるとあ同じやつが来たってことでわかるわけですねそうするとそれを検知すると矢を放つわけですつまりこうやってウイルスを撃退するんですね。どうううやややってやっってててるののかと,いうとこうやってこのウイルスが バクテリアに取り付きます。遺伝子を入れてきますよね。あ、また同じやつが来たってことで、これでミサイルを放って爆破していくわけですね。つまり、ウイルスをやっつける最終兵器を作り出したのは、このクリスパーキャスナインっていう仕組みなんですね。だから、このクリスパーキャスナインっていうのはすごい怖いものなんですよね。怖いものっていうか、要するにミサイルなわけ外敵をぶっ壊すものなんです。だけど、この？ 外ををぶっ壊すものを私たちの遺伝子体の中の遺伝子を壊すことにも使えるというふうに研究者は思うわけですよね。でゲノム編集っていうことをあのマスコミが話す時ってこういう例え使いませんかね。ゲノム編集っていうのは正確に遺伝子の特定の部分をこうやってハサミが切り取るように切り取れるそういう正確な技術なんだよこういう話すると思うんですよね。だけど さっっっき言ったたよようにこれはウイイルルスをぶっ殺すすめのミサイルなわけですよだからある研究者に言わせるとこの例えは人をまあんて言いますかね惑わせてミスリードするとこうじゃなくってこのハサミの代わりにこちら使えるとこれ何ですかね手り弾とかミサイルこういったもので破壊するこういう仕組みがゲノム編集なんだ。 こういうふうに言うべきじゃないかこういうことを言っているゲノム編集の研究者もいますだから破壊するときに結構大変なことが起きるんだよ起こりうるんだよということをちょっと見ておく必要があると思うんですねでこのゲノム編集っていうのはこのクリスパー・キャス9クリスパーっていう部分とキャスという2つの部分キャスの部分が言ってみれば爆弾の部分ミサイルの部分ですね破壊する部分ですねクリスパーっていうのはこのセンサーの部分です 遺伝子の特定の部分を探していってこれが結びついてその部分を切ってしまうこういう仕組みになります普通はこうやってウイルスをぶっ壊すウイルスをぶっ殺すために使ったわけですよねこれを私たちの体の中とか稲とかこの、えーまあ、トウモロコシとかねそういったものに入れていくとつまりもう動物とかあの人間であるとか人間の治療にも使える、まあ、これは可能性もしかしたらあるかもしれませんだからそれは否定する必要はないと思うんですけども そういった医療であるとか治療のために使えるっていうのは新しい人間を作るために使うのは僕は絶対反対なんですけども遺伝子が壊れてる人っているんですよね遺伝子の病気の人がいますよねそれを修復するために使う可能性っていうのはもうあってそれで成功した例もありますのでそれまでを否定する必要は僕はないかなもしれないなと思ってますただこれ医者じゃないので本当に今は安全と言えるのかに関しては僕は評価できないので置いておきますししかしこれを使って 自然界に存在しないそういう生物を作れてしまうんですね。これを動物とか植物にも使える。これで出てきているのがゲノム編集の農作物であるとか、魚とかそういったものが出てきているわけです。で、このゲノム編集に対してちょっとね、あの今今日はゲノム編集なんてとんでもないっていう話は多いんですけども、ゲノム編集という技術そのものをね全否定するのはどんなものかなと思います。 これはですね。ゲノム編集ってノーベル化学賞を取りましたよね。2020年でしたっけねえー。何で取ったのか、これね。ゲノム編集、確かに研究室の中では画期的な技術,技術だと思うんですよね。つまり、私たちはこの今どん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 遺伝子解析の技術が進みました。人間が持っている遺伝子っていうのはもう全部解析されちゃってるんですよ。じゃあ、人類は遺伝子の持っている。 機能ったものをすべて理解しているかっていうと、実は何も分かってないんですよね。例えばあの新型コロナウイルスの時もそうでしたけれども、変異しているっていうのは分かった。変異しているけれども、変異していることを解析したからといって、それが病原性が強いとか、そういったことまではこれ判断できませんよね。実際にそれで感染したらどうなるか見ないとわからない。つまり解析するってことと。 そうどういう意味を持っているかっていうのは実は違うものなんですよね。でこのゲノム編集をどう使われかっていうと狙った遺伝子を壊すことができます。壊した後は機能が変わるわけですよね。あ機能が変わったもしかするとこれ壊す前はなかあのあった機能がなくなるわけですね。その変化を見ることで壊した遺伝子がどんな機能を持っているかそういう意味を 理解することができる私たちは遺伝子の持っている機能っいもの全くまだ知らないわけですよねだから片っ端から潰していくともしかしたら私たちは遺伝子をもっと深く理解できるかもしれないまあ、そのような点でこのゲノム編集っていうのは研究室の中では今後も不可欠なものになっていくと思うんですよねそれを否定する必要は僕はないと思うんですだけどもだからといってそうやってゲノム編集で 変えてしまった自然界では起きないようなものを作ってしまった。それを自然界に出すっていうのは全く別物だと思うんですね。これね、核エネルギーの問題とかも考えてみてください。核エネルギーの研究、あの必要なものだと思うんですよね。だけど、核エネルギーがこれ研究した、だったらそれ原発作らなきゃいけない。そういう話には必ずしもならないと思うんですよね。だから。 こういうまあそういう研究室の中でしっかり理解するべきこととそれからこの、まあ、それを出していい,こともいいのかどうかっていうことこれについては一緒にしてはいけないというふうに僕は考えます。でゲノム編集にはこの3つの種類があるというふうに言われています。SDL-1 標的遺伝子ランダム変異なんかランダム変異っていうとどう変化するかわからないって感じですよね。 これどういうことかっていうとこれこのクリスパーキャスナイ9なんかがこうやって特定の部分を、まあ、探り当ててそこを壊しますその後どうするかっていうと放置するのが SDN の1なんですねで,の1ばっかりで,すでこれは今であの日本政府も認めてしまったんですねそれに対して SDN の2は何かっていうとこれぶっ壊しますよね ぶっ壊したところにちょうどすっぽり入るようなこの塩基塩基っていうのは遺伝子の部品と考えてください部品を一緒に入れるんですねそうするとそれがすっぽり入ってくれるこれが SDL の2それからこの壊したところに遺伝子のセットそのものをぶち込んでしまうこれが SDL の3ですで今のところこの SDL の3はこれ5ハットになってます 遺伝子組み換えだゲノム編集は遺伝子組み換えだってことになってもう全部規制されてしまうだからこれ今使えないことになっているんですけどもこの SDN の1はいいことになっているこの SDN の2はねちょっと今微妙な感じになっていますでこれなんでランダム変異っていうこれ SDN の1今認められているこの SDN の1はなんでランダム変異っていうんでしょうこれぶっ壊しますよね。ぶっ壊した後はどうなるか どういうふういふにそこをこれゲノム編集って言ってるんだからこれ編集っていうのはぶっ壊すだけじゃなくてそこをどう修復するのか実はこれやってないんですよね。ぶっ壊しっぱなしなんですよ。そうなるとどうなるかっていうと生物が勝手にこれ修復すすする、るその力を利用するんですね。もし全くこれをよくこう一回壊されてもその部分をまた元の通り。 できちゃうんですだいたい生物の力って修復する力結構ありますからでも修復するとどうなるかというとこれねさっき言った爆弾をね一つの遺伝子を壊すために数千万いあの送り込むらしいんですよだから一つが壊すと修復してまた元に戻しちゃうと次の爆弾が来るわけですねこんなことで何回も何回も同じ分が壊されちゃうんです壊されているうちに修復できなくなって 欠落することがある。それからうまく欠落してくれればいいんだけども、この周辺に漂っているものが、ここにすっぽり入っちゃうってこともあり得るわけですね。となると、これ壊してもどういう結果になるかっていうのは全くわからないっていうのがゲノム編集なんです。だからランダム変異って呼んでるんですね。決して安定してないんですよ。これに対してらん。この sdn の2はここに。 入入れれるもののを一緒に入れていくのでねこちらの方がまだ安定すると思うんですけどもこれになってしまうと遺伝子組み換えとどう違うのということでこれは今のところこれはあの、えー、厚労省なんかはこれでもいいじゃないかって言ってるんですけども環境省はこれダメだというふうに言ってます。で世界的にもいろいろまあ判定は難しいところがあって今のところほとんどがこの SDN の位置になってます。だけどこれっていうのはランダムなんですよね。どんなななものになるかかちょっとわいものがあります しかしちょっと先ほどからゲノム編集は遺伝子を壊すだけって言ってます遺伝子壊すだけだったらどうして新品種が作れるんでしょう遺伝子組み換え大臣の場合は例えば大腸菌の遺伝子の一部を入れるとこれ大腸菌ってねあのラウンドアップモンサントの農薬に強いんですよね耐性持ってるんですだからラウンドアップかけても大腸菌土の中に大腸菌があったとしてもそれは傷まないんですよね それを大豆の中に入れちゃうんですよね。で、つまり、大腸菌が持っている機能を大豆に加える。これが遺伝子組み換えですよね。だけど、それに対して、このゲノム編集は大豆が持っている遺伝子を壊してしまうわけです。壊すってことは、そのも、その遺伝子が持っていた機能がなくなるってことですよね。つまり、従来の遺伝子組み換えは、遺伝子を外来の遺伝子を足すから、足し算になる機能が増えるんです。だけど。 ゲノム編集は遺伝子が持ってたものを遺伝子を壊してしまいますから機能は減るんですよね引き算になるわけです機能が減るんだったら新品種って言えないじゃない確かにこれ苦しいと思うんですけどもしかし機能を壊すことでこういうものが作れてしまうんですよねつまりジャガイモの目には毒があるだけど毒を作る遺伝子を壊しちゃったら毒が目にもね毒が作れない そういうジャガイモが作れてしまうだったら、目を向かなくても良くなるわけですよね。これを新品種と呼ぶで、例えばあ。あの後で魚の例で見ますけども、あの生物はね。ある程度成長しなきゃいけないから、あ,あの成長を促進させるわけですよね。で、1点大きくなるともういいってことでブレーキ踏んで。まあ、このアクセルとブレーキを両方とも遺伝子レベルで持ってるんです。だから、この遺伝子レベルでこうやってアクセルとブレーキを踏み分けて。 まふさわしいサイズに成長していけるわけですけどもブレーキの遺伝子を壊したらどうなるかぐん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 成長しすぎるそういうものができるああ収穫多い作物作れるよで最近はギャバという成分が人気だとだったらギャバを抑える遺伝子を壊しちゃえそうするとギャバだらけのトマトができるこんな原理なわけですよね。ででもこれって何でしょうつまり 生物が自分で自分の成長をコントロールできなくなってしまったあるいは自分が作りたくて作ってたタンパク質が作れなくなってしまったつまりゲノム編集生物っていうのは機能欠損品種と僕は言わざるを得ないんじゃないかなと思うんですよねこれが果たして今後の激変する世界の中で生き残っていけるか僕は非常に疑問があります で遺伝子を簡単に壊すってことをしちゃいけないんじゃないかなっていうことは僕は考えてるんですけどもなぜかっていうと例えばねあるゲノム編集やってる研究者がおととなししいハムスターを作ろうとしたんですねゲノム編集によってでゲノム編集これハムスターをイラつかせる遺伝子を壊しちゃったらこのおとなしいハムスターが作れるんじゃないかと思ってその遺伝子を壊したんですよ。そそうううしたたらそのハムスターどうなったかっていうと もっともっと凶暴になってしまった。これおとなしいとかね、あのそういう性格っていうのは実は様々な遺伝子がこのようにかまあ、関係して作り出している。例えば虫を殺す単純なタンパクを作るっていうんだったら一つの遺伝子を入れればそれでできるかもしれない。だけども例えばあの人はほがなかったよね。ほがなかさを生む遺伝子ってどれなの？ さまざまな遺伝子が複雑にネットワークしているそういうことが考えられるんですよね。で、実はこの遺伝子ったものは生物が持っている数よりも実はそれよりも多くの機能を生物は持っています。例えば私たちの体の中には10万以上のタンパク質っていうのは作られてるんですよね。で、10万以上のタンパク質どうやって作ってるのかっていうと、じゃあ私たちのね遺伝子っていうのは10万もあるかっていうと、実は10万ないんですね。 これいろんな数が言われてるんですけども、だいたい2万あの言ってないんじゃないか、1万9千ぐらいしか私たちの遺伝子ないって言われてます。2万も足らずの遺伝子がなんで10万作れるかっていうと、1つの遺伝子が多数の機能を持っている、あるいは複数の遺伝子が協力し合って1つのタンパク質を作るこういうことがあの行われているってことがわかるあのまあ、指摘されるようになりました。で実際ですねあの DNA 遺伝子って DNA だよね。遺伝子と DNA ってみんな同じと思っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これ違うんですね。DNA の中で遺伝子って呼ばれる部分っていうのは2%ないんですよ。1. 何しかないんですね。で昔はこの2%以外、つまり98%の部分を何と呼んでたかっていうとジャンク DNA、つまり遺伝子のゴミって呼んでたんですね。だけど。 今はむしろこの98%の部分っていうのはこの2%未満しかない遺伝子をうまく調整してまあ発現させるこれこの調整の役割がとても大きな役割を担っているんじゃないかということが言われるようになってきましたつまりこの98%の部分は非常に大きな役割を果たしてきたこれは例えば従来の品種改良なんかでもこの98%の部分っていうのはかなり 重要な役割を果たしていたんじゃないかなというふうに思います。特にですね、最近注目されているのがエピジェネティックな遺伝というものです。例えば、えー、まあお母さんとお父さんがあの寒い地域で育った、そこから生まれたお子さんっていうのは生まれつき寒いそういう季節あの気候に強いそういう形で生まれてくるんですね。生まれつきそうなんです。これ。 お父さんとお母さんの遺伝子っていうのは寒いところに生活していたから変わってしまったいや変わっちゃ困るんですよね遺伝子っていうのは生物の基本設計図ですから簡単に変わらないように守られているんですでもその変わらない遺伝子はどうやって環境に対して対応していくんでしょう環境って変わってきますよね暑くもなれば今どん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 地球沸騰かって言われていますそういう気候に耐えられるように変わっていけるんでしょうか これは実は実先ほど言った98%の部分が、ね、つまりこの2%の部分を生かしながらどれを使って調整していくのか98%の部分が大きな役割を果たしているんじゃないかつまり遺伝子が変わらなくっても遺伝子をどういうふうに調整するかこれをエピジェネティックなあのあの領域なんですけどもこのエピジェネティックな遺伝っていうものは実はこれ遺伝子が 遺伝するっていうだけじゃなくって、遺伝子が変わらなくても、これ。こういうものっての遺伝するんですよね。だから。寒い地域で育ったお母さんとお父さんから生まれた子供は。そういう経験。親の経験を。これ実は。遺伝するんですね。これは遺伝子にいらない遺伝なので。このエピジェネティックな遺伝とか言われますけれども。このような形で。私たちは。この親の経験というものは。子供に伝わっていくんですよね。 でこれがどん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 蓄積していくと実は遺伝子も変わる可能性があるこの、まあ、積み重ねエピジェネティックな遺伝の積み重ね学習の積み重ねが将来的な世代の遺伝子の新しい遺伝子に変わっていくこういう可能性が昨年東大の研究で明らかになりましただから私たちはこうやってねその遺伝子を変えなければこれ品種改良で,できないんじゃなくってこういうふうにな 育て例えばこうやって今遺伝子のどういう遺伝子があるかっていうものはこの解析できるようになりましたけどもこれがどう関わってるのかまだ分かってないですだからここの遺伝子を壊せばおとなしくなるんじゃないかえ実はそうじゃなくってこのおとなしくっていうのはさまざまな遺伝子が関わってるだからこれを壊しちゃうとむしろ凶暴化しちゃうこういうこともあり得る。 でもう一つこの実際に作られているゲノム編集の魚で考えてみたいんですね。でこのゲ,ゲノム編集の魚なんですけども、えー、これがですねゲノム編集されたマダイですね。これが自然なマダイです。これ何をしてしまったのかというと、このゲノム編集したマダイにはミオスタチン遺伝子っていうのがあるんですけどもこれを破壊してしまいます。このミオスタチン遺伝子って何をするのかっていうと。 筋肉がつきすぎないようにある程度ついたら筋肉がつくのを抑制するのがミオスタチン遺伝子なんですねつまり筋肉のブレーキですね筋肉が成長しすぎないようにブレーキがあるわけですこれを壊してしまうんですだからどうなるかっていうともうこの,あのマダイは筋肉の成長がどんどんんん止まらないんですねだから自然なマダイよりも肉厚になるまあせいぜい2割程度なんですけどもそれぐらい肉厚になる。 だから食べる部分が大きくなっていいでしょって言うんですけども確かにまあ食べる部分が多くなるのはいいかもしれませんけどもこれよく見るとちょっと変なところがあるんですよね何かというとこうやって見てください上がゲノム編集したマダイ下が自然なマダイですこれ比較するとどうでしょうこれね長さが違いませんかね背というんですかね。短いですよねゲノム編集 なんんででここれれ短いんでしょうこれね筋肉が急速についちゃうと背骨が成長が阻害されてしまうだからこれ背が伸びなくなくってきてきるで背骨は曲がってしまったりねそういう形でこの、まあ、背が伸びなくなっているんじゃないかって考えられるんですけどもこちらの方はだから背が長いそれ以上にちょっとびっくりするところなんですけどもこの尾っぽを見てください。 こうやって分かりにくいので、これで見ていただけるとわかりますけども、上がゲノム編集したマダイですね。下が自然なマダイ。下のマダイの尾っぽは美しいですよね。こんな立派な尾っぽがあるから、海の中泳げるわけですよね。早くね。ところが上の方を見てください。なんかこれって、あの、中国の転職を思わせませんかね？<laughs> 昔ね、その女性の足を小さくするために、こういうものを、やあの。 転色というものを作ってしまって小さくしてしまった、なんかそんな感じに見えませんかね。だからこのマダイゲノム編集マダイはもうに筋肉がムキムキなんだけどもこんな尾びれになってしまっているので水の中をもうゆっくりとしか泳げないそんなマダイになってしまっているという,ふうに言われています。でこの下のこのトラフグですけども上がゲノム編集したトラフグで下が自然なトラフグです。明らかにこれでっかいですよね。 1.9倍に大きくなる。これなぜ大きくなるかというと。これトラフグのレプチン受容体の遺伝子を破壊してしまったんですね。このレプチン受容体の遺伝子、何をするかというと。これお腹いっぱいになると、私たち食欲も感じないですよね。ああ、お腹いっぱいになった。ああ、幸せだって気分に浸ると思うんです。だけど。このトラフグどうかというと。レプチン受容体の遺伝子壊されちゃうと。これ。この食欲を。 抑えることができないんですねだからもう本当はお腹いっぱいなのに食べ続けちゃう食欲が止まらないんで食べ続けちゃうだからこれ普通の自然な空風具よりもはるかに大きなふうに太ると言えるわけですだけど必要もないのに食べ続けるってこれどうなりますかね人間もしそれやったらこれ肝臓なんかはどちらも同じなんですよね この肝臓はもうはるかに強いその栄養にさらされるわけですそうなるとどうなるかっていうと肝臓が傷んでくる血糖値はどん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 上がってくるつまりこちらは血糖まあ糖尿病に近い病気のまあそういうものになってしまうんじゃないかだからこれを本当に大きいからいいって言えるのかっていうとは、まあ、これは病気の,、ま、だあのトラフグを作るそんな技術じゃないかってことで このゲノム編集の魚に関してはこれは動物福祉法があればこれは作ることが許されない拷問養殖じゃないかということでドイツの団体から批判されていますでこの遺伝子を壊すってことちょっと今日の主題なんですけれども何かっていうと1つの遺伝子はさまざまな機能を持っているわけですよね。だからこのレプチン遺伝 レプチン受容体の遺伝子を壊せば食欲を抑える機能が止まる。それだけだったらまだいいんです。だけど、レプチンのあの受容体の遺伝子っていうのは様々なことに関わってる。例えば生殖にも関わってるし、例えばこれ水温が変化します。海の中ではね。水温が変化します。そうしたら心拍を上げて対応しなきゃいけないですよね。環境の変化に対応しなきゃいけないところが。 このレプチン受容体の遺伝子っていうのはそういう心拍を上げたり血圧を上げたりするそういう機能もあるんですけどもこれもダメになってしまうわけですよねそうするとレプチン受容体の遺伝子を壊されたトラフグはそういった環境の変化にも耐えられないそういうふうに変わってしまっている可能性が非常に高いわけですねだから死にやすい実はこの木下教授はこれ開発したのはね兄弟の木下さんっていうね 研究者なんですけども彼は政府の研究会でねあの主婦連だったかなその政教の人だったか質問されたんですね。ここのの魚がが海に逃げ出したら大変ななとが起きるんじゃないのそれに対して木下さんは何て答えたかっていうと「いや大丈夫ですすぐ死にますから」。<laughs> 環境の変化に耐えられないからどうするかっていうともうプールの中で水温管理してやんないと生きていけない魚なわけですよだから何やってるかっていうと発電所のそばでね余った熱をどんどん使ってそうやって、ね、あの水温を一定に保てないと生きていけない魚になっている可能性が高いんですね。停電にななったらどうううんんでしょうねね死んじゃう可能性ありますよ、ね、これが SDGs の魚っていうふうに今言って売られあの宣伝されてるんですよね。 環境にいいのもそういんじゃないかなと思いますでゲノム編集っていうのはあのあの、まあ、政府はこれ正確な技術だよっていうふうに言ってますだけども残念ながらこれは正確な技術じゃないさほど正確じゃない確かにある程度の遺伝子を探してそこを狙うことはできるそれはこれまで持ってた遺伝子組み換えあの よりもまあそういう、えー、あのところは正確性っていいますかね、まあ、ど,あのどこに入るか分からなかったわけですね遺伝子あの従来の遺伝子組み換えはそれに対してターゲットできるっていうのは確かに進歩ではあるんですけども進歩といっても DNA っていうのは4つから四つの配列でできているどうしても似たところっていうのできちゃう狙ったところじゃないところを壊してしまうこれをオフターゲットといいます。 でこのオフターゲットっていうのはどうしてもできてしまうっていうのが一つの,あのゲノム編集の大きな問題。でもこのオフターゲットでなくっても狙ったところ狙ったところのオンターゲットっていいますけどもオンターゲットでもそこでどんな変異が起きるかっていうものは実は先ほど言ったようにコントロールができないんですよね。となるとこれではどういう変異が起きてるかっていうのは分からない。しかもですね1箇所を に何千万のミサイルを爆弾を送り込むって先ほど言いましたけども、こういうことをするために何が起きるかっていうと修復してまた壊す、修復してまた壊す、こういうことをやっているうちにこんなことが起きてしまう。染色体そのものが壊れてしまったり、大量に遺伝子が欠損してしまったり、こういうことからも起きているってことがわかってきています。そして想定通り壊せた。 あの遺伝子を壊したのでもうタンパク質はもうこれは止まってるだろうと思ったら想定外のタンパク質が作られたケースっていうものもこれ日本の理化学研究所でもこれ報告されてますだからこういうことっていうのはまだ人類はまだ十分わからないんですねで先ほど言ったこの染色体が壊れてしまうってことですよねクロモスリプシスっていうね、えー、染色体が壊れてしまう染色体っていうのは この遺伝子を包み込んでいる入れ物のことが染色体ですけれどもこれそのものが壊れてしまうこんな現実も生まれてきている。ということでこれに関してはあの今このゲノム編集のこれをこういったものを起こさないようなゲノム編集の開発っていうものが進,んでいるあの進められているんですけれども今あるこのゲノム編集の技術っていうものはこういったものがどうしても起きてしまう。 ってことこが分かってますそれからあのゲノム編集の魚を作っている、えー、リージョナルフィッシュっていう魚の,あのホームページあの見に行っていただけるとこんなことが書かれてます自然でで起きる変化を先取りしてますすうんですよねで自然の変化とこのゲノム編集っていうのは同じなんだ自然を加速する技術なんだっていうんですけども実は自然界で起きている進化と ゲノム編集っていうものはまるっきり違うんじゃないかってことが最近言われるようになりました、えー、ちょっとこれはちょっと複雑なので簡単に言っておきますけれどもそもそもこの先ほど言ったようにまあこの遺伝子にはねエキソンとイントロンっていう部分があってこのイントロンの部分っていうのはもう使われてないものでまあ使われている部分っていうのはエキソンな部分。で この部分を壊してしまうっていうのがあのゲノム編集なんですけどもこれ自然界でもね例えば放射線があるし紫外線もあるし私たちの遺伝子っていうのは毎日毎日膨大な量が壊されてるわけですねでも壊されてても実はこのエヒソンの部分を壊されると生物は必死になって修復しようとするわけです修復できないとどうなるかっていうとそれがん細胞とかねもうダメになってしまった細胞じゃあこれもう終わらせようってことでそれはその細胞はもう アポトーシスと言ってもうあんたをしまい細胞死になさいその細胞を死なせて新しい細胞に作り変えるんですねこうやって私たちの体はこの遺伝子を保ってるんですだけどゲノム編集どうするかというとこのエキソン壊してはいけない部分を壊してしまうんですよねえじゃあどうやったらこれ進化にしていくの実は生物はこの使われてないイントロの部分に変異が起きても 放置すするらしいんですよねでこのイントロンの部分にどん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 変異がたまっていって最終的にエキソンも変わっていくとだからこのエキソンを壊すっていうことはむしろ自然,のへ自然の進化をですね阻害していると言わざるを得ないんじゃないかってことが今言われるようになりました。ってことで自然の変異ともこれちょっと同じとは言えないと思います。でゲノム編集 これゲノム編集食品は食べても大丈夫なの。やっぱり皆さん気になると思います。でも残念ながら、これは科学的な事実に基づいて言えることっていうのは。もう限られたものしか言えないんですね。っていうのは何かというと、科学的な実験されてないんですよ。なんでそんなのに政府はこれゴーサイン出しちゃったの。政府が言ってるのは、ゲノム編集は自然と変わらない。なぜかというと、外来の遺伝子入ってないから。 これ遺伝子壊れただけだけよね遺伝子壊れるっていうのは自然界でも起きてるよねだからゲノム編集は自然と同じだから自然と同じものはチェックしなくていいチェックが省かれてるんですよ。チェックが省かれてるのになんでこれを安全と言えるのかっていうとこれは科学的にはこれ言えないんですよね。じゃあどういう具体的な危険があるかこれに関してはまだ実験されてないのでここからは憶測でしかないです。憶測ですけども 僕はこれは新たなアレルギーとかね生むのではないかなというふうに思います。というのはゲノム編集は自然界の中でで起きないタンパクを作るわけですよこれまで人類生物が直面したこともないタンパク質を体内に入れてしまったら何が起こるかこれは免疫反応が起こらなかったらおかしいと思うんですよねだからこのアレルギーいったものが起きるんじゃないかさまざまな危険が考えられます。でこの ゲノム編集っていうのはただ単に食べるだけを考えればいいいんじゃないですよね育てることによって実はその周,りの周辺の環境も変これさまざまな化学物質をあの例えば稲もそうですね稲もさまざまな化学物質を作りながら他の環境にさまざまなシグナルを出してるんですよねそれも変わってしまう可能性あるんですだから私たちは食べるだけ安全それ考えればいいんじゃなくてこういう環境面も考えなきゃいけない。 そして最近注目されているのが実はキーストーン種っていうのがあるんですよね。キーストーン種って何かっていうと例えばイエローストーン国立公園の中でオオカミを絶滅させてしまったんですよね。そうしたら何が起きたかっていうとどんどん鹿が増えちゃってこの、まあ、柳がなくなってしまって小川もなくあだダメージを受けた。 つまりその生態系を維持する上で狼が役立てた。だからオオカミをもう一回持ってきたら生態系がまた復活してきたこんなことも分かってるんですねだからそのキーストーンとなるものミツバチもそうですよねミツバチいなくなったらさまざまな生物が影響を受けますよねそういうキーストーンに値する実は遺伝子にもそういうものがある植物のある遺伝子を損なってしまうと そそこでで生息ししてていいた虫ままもななくなってしまうそれだけ生態系に影響を与えてしまうだからこうやってその遺伝子の機能っていうのはまだ分かってないところで私たちはどん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 潰していってしまうこれは愚かなんじゃないかなと思います。ってことでこのゲノム編集っていうものは今政府がこれ遺伝子組み換えじゃないとか言ってるしそれが自然と変わりないとか言ってるけどもこういう結論っていうのは僕は否定せざるを得ないと思うんですね。ところが政府は この遺伝子が入っていなければ規制しなくていい規制しなくていいっていうのは政府もモニターしませんよ表示もしなくていいですよ届け出もまあ一応届け出してくださいねって言ってるんだけどもこれも義務じゃないですよだからこれでこのチャートで調べたらもう自由にしてくださいこれが日本政府の立場です。まあ、今のとところとりあえずはあの届出しててくださいねって言ってるんですけども こんな形で今は安全試験もしないそういうゲノム編集食品が出てきてしまったということで今にこれ世界で流通しているゲノム編集食品このほかにねアメリカでちょっとねいくつかねモテてるかもしれないんですけどあのサラダなどかねそういったものが出てきてる可能性あるんですけども今日本で出てきてる関係してるっていうのは実はこのトマトとマダイとトラフグ。 で世界でこういうものが流通してるっていうのはアメリカと日本ぐらい他の国はまだ流通してないんですよねでこれはもう2021年からもうオンライン販売が始まってしまってますでびっくりしたことにトマトねこれ高級スーパーで売ってたんですね僕も行って店員に聞いたらあ売ってましたで1パックね700円ぐらいするらしいんですよ 1>, 1パック700円たらこれ有機のトマト買えますよね。だからそれ見た人値段だけ見てねあこれ有機トマトこれいいやって買ってった人がいると思うんですよ。そうじゃないこれゲノム編集遺伝子操作したトマトなんだよ。今とこれ高いんですよね。なんで高いかっていうと特許料入ってるし生産性あんま高くないのでどうしても高くしなっちゃうんですよね。だから高級スーパーでしか売ってないと思うんですけどももし皆さんよく行くスーパーがあったらそこでちょっと聞いてみてくださいゲノム編集トマト シシリアンルージュ売ってませんでしたこれが出てくる可能性がスーパーでも売られるそんな時代に今なってきちゃったなと思いますで今後どういうものが出てくるかなんですけども日本ではもうじゃがいもと小麦これはもう昨年もう栽培実験済みですだからこれが出てくる可能性は十分ありますでこの他にトウモロコシこれは4大遺伝子組み換え企業であるコルテバ という、まあ、モンサントのライバル企業だったんですけどもこれがこのゲノム編集トウモロコシというものを作っていて日本政府に届けてし,ましてますのでこれが来年ああたりり流通し始める可能性が十分ありますこの他にねコオロウキとかあと牛とかねこういったものも次から次へと出てくる可能性がありますでこういったものはねやっぱりちょっと予防原則健康に悪いかもしれないから こののゲノム編集の食品は食べたくないよ食べないような消費者運動をしようよそういうふうなことを考えられる方いらっしゃるかもしれませんけども今後ねアレルギー対応の、えー、ゲノム編集の卵今これをねあの、えー、大学で作っていて、えー、こうキューピーがね、えー、この加工食品を作成するということで来年こういったものが出てくるかもしれません。 これは何かっていうとこのアレルゲンとなる物質を作る遺伝子を壊しちゃうそういうあのゲノム編集のニワトリを作るんですねそこから生まれてきた卵っていうのはそういうアレルゲンとなるまあ普通の人は問題ないんだけどもそのタンパクがあるとそれでアレルギーになってしまう人がいるのでその遺伝子をそのタンパクを作らないタンパクを作る遺伝子を壊してしまうそういったものが今出てこようとしています。 これになるととちょっと嫌ですね。うちはアレルギーで苦しんでるあなたたちはゲノム編集に反対してうちの子が卵を食べられるようになるのにそれを妨害してるんじゃないのそんなことは言われる可能性あります。だけどじゃあこれアレルゲン持ってる人にとって本当にいいかどうかっていうのはこれまだわからないんですね。っていうのはこれそのものがもう。 存在したんぱくを作ることがありえますのでこれが従来のアレルゲンでなかった新しいアレルゲンを作り出すそういう健康被害を作り出す可能性ってのは十分あるんですだからこういったものを作る時には十分チェックしなきゃいけないんですけどもこういうマヨネーズとかね、えー、卵製品が出てくる可能性があります。でそれから もう一つ心配なのがですね、農作物だけじゃないんですねと言いますのはこれまでは、えー、化学製品を使って例えば化学肥料であるとか化学農薬こういったものが世界で大量に使われている時代になってきてましたよねでもこれ化学製品によって植物の成長コントロールスっていうのはもう本当に限界に達しているだから化学農薬やめよう化学肥料を使うのやめよう もう世界中の政府がもう言う、言うそういう時代になってきて,てるんですね。緑の食料システム戦略でも減らしますよっていうふうに、そういう政策が出てきましたよね。だから、これ今どうやってロットするかっていうと、化学農薬の時代から。今度は生物農薬に変わっていく可能性があるんです。生物農薬、何が怖いかっていうと。ゲノム編集したこの農薬、ゲノム編集した微生物。 こういうものによってコントロールする時代今これが出てくる可能性があるんですね。で今皆さん経団連の会長どこの人でしょう住友科学ですよね。住友科学って今あの業績があのすごいひどい状態になってるのをご存知でしょうかだけどそのなんでかっていったらだからもう軒並みダメなんです。だけど その住友科学の中でもうめき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 成長しているのが何かっていうとこの分野なんですつまり生物農薬とか生物を使ったその土壌調整剤あの肥料みたいなものですねこういったものが今すごくね世界中で伸びてるんですね。で住友科学はねまだこの遺伝子操作してるっていうのはまだつかめてないんですけども世界ではもうこういったものが作られてます。どういういいものかとますと プローブンっていう製品ができているんですね。これ何かっていうと、普通土の中に例えばあの、えー、豆科の植物だとこの、えー、根瘤菌っていうのがあって窒素を固定してくれる大気中の窒素を植物に与えてくれますよね。だから大豆を植えた後に稲をやると稲がうまく生育していく。あるいはその大豆の肥料をあげてあげると稲が生育していく皆さんの方がまあ ずっとと詳しいと思い思ますだけどこういう窒素固定菌っていうのは土の中の窒素量がある程度あると窒素を作るのをやめてくれるんですよね。これ窒素になったらら困りますからねだけどこのゲノム編集したこの、えー、肥料何をするかっていうとこの細菌にねゲ,ゲノム編集して窒素固定を止めないもう窒素の濃度が高いところでも 窒素を作り出す。そんなものを今アメリカで作ってるんですね。こんなものを作られたら本当もう窒素っていうものは、あの過剰に体に入っていくと、これ発がん性物質なんですよね。これ、赤ちゃんに入っちゃうと、赤ちゃんがこの血液の中のね。酸素が運べなくなってブルーベイビーって言うんですけども。もう酸欠になっちゃって命を落とすこともありうる。 そういううい毒を作ることになってしまうんですよねだから窒素がありすぎるっていうのは本当は問題なんだけどもこのようなとんでもないこの肥料ってものを作ってるんですけどももうこれ120万ヘクタールぐらい日本の農地の4分の1ぐらいでもアメリカではもう使われてるとでアメリカ政府はゲノム編集も規制しないってことでこれは規制もモニターもされてないっていうのが現実だそうですだだから環境団体がここれは問題だってことで大きなキャンンペーンを張ってます。 あと、四大遺伝子組み換え企業の一つである B。B. A. S. F. バスっていうんですかね。え、これがあの、どういうものを使っているかというと。これ、あの、これ、緑の種なんですけども。これ、大豆だ、大豆かな、トウモロ、あ、これ、トウモロコシかな。要するに、コーティングするわけですよね。ネオニコ系の農薬をコーティングして。あの、種子にね、虫がつかないように、まあ、殺虫剤を。もう。 鳥とかにに、食べらんないようにそういうふうにあのコーティングするのがあの世界で多くって、まあ、これがあの種を有毒にしてるってことを言われてるんですけどももうこのネオシノニコシノイド系農薬に関してはもうやめてこうっていう動きが出てるんですけどもこれに対してこのバスフ何をしてるかっていうとこの BT 細菌 BT 剤ってったらあの虫を殺す殺虫剤ですよね。 これ有機農業でも使ってもいいって言われてるものですけども、これを遺伝子組み換えしてコーティングしちゃってるんですね。だからそれを食べた虫はすぐに死んでしまうと。そしてそれだけじゃなくって土壌中の微生物を活性化するそういう機能を持ったあの細菌に遺伝子組み換え、これはゲノム演習じゃなくて遺伝子組み換えらしいんですけども、そういったものを今あの使おうとしている。 でこんなものはね、本当あの要するに僕はね環境破壊ビジネスと言った方がいいんじゃないかなと思うんですね。つまり環境を壊しておいて壊れた環境を治すという名目で新たなこういう遺伝子操作したこの農業資材化学肥料であるとあ化学肥料っいうかその遺伝子組み換え肥料であるとか遺伝子組み換え農薬たものが今導入されようとしている。でもそのことによってさらに 環境ってて壊れてしまうそうするとまた他のかの、まあ、このねカドミウム汚染ができたから放射線で米をカドミウムを吸わないお米を作るっていうのは今日本政府の考えですけどもこれもにあのそんな感じがするんですよねつまり小手先の技術で問題を解決したかのように見せるこんなことを今やろうとしてるっていうのがあの起きてる。 僕はこれを続けたらもう地球は壊れてしまうんじゃないかなと思いますそれからこういう企業はもう一つ問題があります何かというとこれ独占していくんですねゲノム編集の技術日本政府はこれからは日本政府はゲノム編集をど,ど,どんどん進めていくんだって言ってるんですけどもこのゲノム編集で一番特許を持ってるのはどこかというと中国なんですよね中国の 大学とかそういったところがいっぱいありますえ、日本はどこかというとここら辺にサカタの種がありますサカ,のサカタの種ってゲノム編集なのまだ、ね、サカタの種はゲノム編集日本ではやってないんだけどもアメリカのサカタの種の使者がこれをあの特許を今結構取っているような感じですねだからまあこのままでいくと独占されていって結局は大企業によってこの独占されていく 実にこの遺伝子組み換えの企業たった4つの遺伝子組み換えがね世界の市場の種の市場であるとか農薬市場を大きく握っているとこれ実際これ4大 GM 企業って書きましたけども実際にはねこれ 6, 6つあったんですね6つがリストラになって4つになった結果今は半分ぐらい過半数がこの遺伝子組み換え企業があの握っていると。 農薬は未だに7割以上握っていると思いますこんな形で私たちの食が握られてしまうでゲノム編集のこの種も結局は握っているのはこういう巨大遺伝子組み換え企業だということでこれまでの独占が維持されるんじゃないかそれと同時に怖いのが種の多様性ってものがどんどんなくなっていってしまう。 グローバルで同じ品種ばっかり、えー、それを世界中で作っていくこんな時代になっていくことによってこれ,これがですねあの遺伝子組み換え企業で世界の種の企業をどんどん、えー、買収していくとでそういう企業がたくさん持ってた品種ってものはもう売らなくなってしまってこういう数少ない品種しか残らなくなってきてしまうそうなるとどうなるかっていうとこの、まあ、多重危機今多重危機これ何かっていうと 今気候変動ひどいですよね。今日も僕ちょっとかなり暑い感じなんですけども11月今日は寒いから寒いか格好してこいって言われたんですけどすごく暑いですで気候危機もひどいですしあと生物絶滅危機っていうのもひどいです蜂もどんどん死んでるし小鳥も減ってますよねこれがどういう変化を起こすかっていうあるわけですけどもこのようにこの種がね多様性なくなってくるともうこれは対応できなくなってしまう。やはり地域が これあのそういったものを作っていかないとダメなんだけどもこういった企業が独占を強めていくとそういう対応もできなくなってしまうそしてこれっていうのはゲノム編集食品2019年から出ましたけどもトマト買った人ってほとんどいないと思うんですね。で あ,のあとトラフグもそうなんだけどもこういったものっていうのは結構莫大なお金かかって、えー、実際にはあの食料危機に役立つって言ってますけども生産性実際には非常に低いのでこれはあの解決にならならいそれにもかかわらず政府の税金金はは、ね、は予算はか結構莫大ななお金使ってるはずなんですね何十億というお金がこういうゲノム編集食品の開発にかけられている。 にもかかわらず私たちの食生活はそれで豊かになっているわけじゃないわけですよねだからこんなもののまあ金遣い金食い虫のゲノム編集っていうのは止めていく必要があると思うんですところが今日本政府は地方自治体に補助金を出すからこのそれぞれがこのバイオコミュニティバイオコミュニティって何かっていうと地方自治体と地方自治体にある大学 それから民間企業を誘致してこの産官学でこのバイオテクノロジーの研究これを進めてきなさいこれにお金出してるんですねこの結果京都はこのゲノム編集の企業を誘致してどんどん京,京,大京都大学の中に本社があるんですね大学の中に本社があるんですこのリージョナルフィッシュっていうねゲノム編集の企業の本社はね大学の中に陣取っててでそれで このような形で税金を使っっったた一体化しててこういいものを作っていく私たち本質的にはこういう技術っていうものは有機農業であるとか地域の食をどう広げるかこういったことに使うべきお金がこういったものに浪費されていると思うんですね。ここんんなこととされていったら大変だと思うんですですから私たちがやっていくべきことっていうのはこの2つを同時に進めていくことかなというふうに思っています。つまり 型や遺伝子組み換えゲノム編集含めてねそういう GM 技術遺伝子組み換え遺伝子操作技術を規制するのと同時にこれ地域で使える種をしっかり守っていくこれを同時でやっていかなきゃいけない <laughs> つまり今ある今あの例えば皆さんあの栽培されているようなあの在来種のね大豆がなくなってしまったらどうなるのかその種がなくなってしまったらどうなるのか結局グローバルな品種に頼らなきゃいけなくなってしまう。 それは遺伝子組み換えだったりすするわけですよねだから地域の種を守るってこととこの遺伝子組み換え規制っていうのは同時に回していく必要があると思うんです。でコシヒカリ間1号の場合これどういうお米かっていうと特許なんですよ。で特許って誰がどう払うのってことなんですけどもこれは特許を持っているのは国の研究機関農研機構です。でこの農研機構がこの育成者権これは コシヒカリを、かん一号っていうものを作った。それは、育成車検、持ってるんですけど、それ以外に。遺伝子特許っていうのを持ってるんですね。この遺伝子特許を、これ、あの。許諾料、特許料を払わないと、作らせてもらえないんですよ。この負担で誰がやるの?。これをやってるのは誰かというと。民間の作研究所ってここですよね。そうですかね。つまり、地方自治体が作る原種をもらって。この。 あの ja とかね。その種を作る団体がえー、これ種籾を作っていくわけですけども、その際に農研機構に特許料を払わなきゃいけない。で、もし栃木県がコシヒカリ菅1号を作るんだったら、この栃木県も農研機構に特許料を払わなきゃいけないんですねで。で、この生産者は当然ながら種籾。あの種籾の価格にはこの特許料と。 この品種独諾料これが上乗せされたお金が払わなきゃいけないことになるわけですね。だけどこれってねあの今はねとても安いんです。1キロね5円ぐらいであの1キロ種もみって2000円ぐらいですかね。だから2000円の中の5円だから大したことないだろうって言ってるんだけども、でもこれは大きな違いがあるんですよね。コシヒカリっていうのは基本的にはこれこの登録品種じゃないので自由にあの使えるお米なんです。 だけど特許料を払わわなないいいと作れないものに変わっていく。これ今だね農研機構国の機関だからいいですけどもこれが民間企業になったらどうなりますかね日本の主食が一つの企業に支配されてしまう、まあ、そういったことがね起こりうるでしかも生産者はこれ若干ながらこれ値段上がるわけですよね。値段が上がるのと同時にねこれ収量低いんですよ。 理想的なところで作っても多分2%ぐらいの注量減るんですねこれ理想的でないことこであったらもしかしたらもっと減るかもしれない微妙に高くて収量低い、まあ、こういうもので生産者にはこの負担がかかってしまうで生産者はじゃあその負担を消費者に価格に転嫁できるかっ,ったらそれどこじゃないですよね今どん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 売り販売価格下がっちゃってますよね そうするとこの負担というものは生産者および種もみ生産団体に全部かかってしまうと思います。だからこんな種じゃなくって自由になるあの特許とかね、あるいは許,許諾料必要とないこういうまあ、農家の種といえるものをね、やはりしっかりと守っていく必要が僕はあると思います。今世界ではこの種の自由運動ったものが強くなっています。何が起きたかっていうと。 インドでは遺伝子組み換えコットンが導入されて以降モンサントがね種の会社コットンの種を売ってる会社全部買収しちゃったんですよねインドの農家はモンサントからコットンの種買わないとコットン作れなくなってしまったコットンの農家で何が起きたかっていうと30万人自殺したんですね。種買ってそれが必要な化学肥料とか農薬買って収穫の時に借金を返そうと思ったら収穫がもうほとんどなかった。 そんなことが起きてしまって結局種を捕らえてしまったことによってこれはもう大変なことになってしまった。でインドのバンダラ・シーバさんという女性がいます科学者で活動家なんですけどもこの人はこれが始まる前から種の自由運動をやんなきゃいけないって言ってたんですねそしてその彼女がこのインド中に200以上のこのシードバンクを作りましたそこでこの在来種の種をコットンの種をね増やしていったんです。 それをもらってそ,の、まあ、そういうモンサントの種に依存しない生きていけるそういう、えーこのまあ、農家を作っていくということで非常に大きな影響を与えましたでこういう運動っていうものは今世界で広がっていて特に韓国やイタリアではもうほとんどの自治体多分全ての自治体がこの地域の自治体がこの種取りにお金を出す種取りしている人っていうのはもう今日本では儲からなくって。 種を取る人がいなくなっちゃうと、それが高齢の人の農家がいなくなっちゃうと、その農家とともに在来種がなくなってしまう。それに対して韓国やイタリアは地方自治体がお金を出しているわけですね。それによって新しい人が増えている。在来種があることによって地域の農業がどんどん蘇ってきている。で、これは前回も言ったんですけども、政府がね種をあの強化しなきゃいけないってことを言い出したんですよ。 あようやく腰を上げたかなと思って見に行ったんだけども残念ながらよく見ると例えば海外のののの新ししいい種の産地を探すすすにお金出しますよっていうものなんですね今もう大豆の種を取る人がいなくなってきてそのた種を取る人を支えるためにこれお金使えるかっていうとかなり難しいかもしれません。で使ったお金のね半分終わった後に 最大半分分ももししかかするとのれませんそれぐらいを出してくれるという非常にあのまああんまりねそのお金にならないものなので、まあ、お金に余裕のない団体はなかなか使えないようなものなので、えー、これもなかなかうまくい引かない。でこれをちゃんとやらないと日本は種がなくなってしまう野菜なんかはもう9割がもう海外産ですからこれをなんとかしなきゃいけないということがもう今 日本本の大きなな現実だと思いまますす来年は農業基本法が改定になりますこれっていうのはこの種をどうやって守るかそしてその種を守っている農家をどうやって守るかこういったことを日本国内で議論していくそういう重要な機会になると思うんですね。で、まあ、これも前回も言いましたけども不足時の食料安保これ何かっていうと戦争が起きた時に農家に あんた、あの花なんか作らないで、小麦作りなさい。こういったことを強制することができるような、え、そういう仕組みです。これが今、あの政府内で検討されているって言います。これは僕は、の、農家は何を育てるかっていうものは、もう決定権持たなきゃいけないと思うんですよね。そして、それ尊重しなきゃいけないと思うんです。これを否定するような動きっていうものは、もう本当にこの私たちの食糧試験ってもの、つまり私たちの食糧試験っていうのは。 な何をを食べるかこれを選んんででいいくそううう権利だと思うんですね私たちは遺伝子組み換えのものじゃない遺伝子操作されてないものを食べたいこれを決めていくのが食糧試験その地域の,その,あのものを食べたいこういったことも食糧試験があるからできるわけですよでもこの食糧試験何を作るかってことも政府が勝手に決めてるような時代になってしまったら私たちはもう変えることができなくなっちゃいます。で来年はだからこういうい大きな 食あの農業の在り方を大きく変える、えー、そういう年、えー、になると思いますですから皆さんと一緒にこれ変えていくちょっと国会に対してもね、えー、地方自治体に対しても言っていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますで皆さんのお手元にこのカードがあると思うんですけども、えー、ゲノム編集ちょっと今日の説明よく分かんなかったという人は、えー、その裏にですね こ,れここにアクセスしていただくとゲノム編集で何だよっていうのを簡単に分かるようなページにいくようになっています。あと今日これゲノム編集について科学的なデータをまとめた本をガイドブックを持ってきました。こういったものを活用していただいて、まあ、理解していただくそれからこんなものがスーパーで売られているかどうかこれスーパーで売られているっていうことはね僕らは気が付かなかったんですけどもスーパーで売らないで スーパーに働きかけることはとても有効だと思います。あと学校給食ですね。学校給食でこれねゲノム編集の食品ってね誰も買おうとしてないから売れてないんですよ。学校給食でまとめて受けてもらうと広がっちゃうんですよね。だから学校給食でゲノム編集はとんでもないよってことをやはりこれあの働きかける必要が僕はあの非常にあると思います。まあスーパーですね先ほど言いましたけども。 こうあの具体的にどんな問題があるんだよってことをちょっとあのお伝えいただけたらなというふうに思います。であとまあこれは皆さんあの種のことをやっておられる方多いと思いますのであの釈迦に説法になっちゃうと思いますのであの、まあ、これはもう本当ねあの韓国やイタリアみたいな条例を作っていくあのその地域の種を守れるようなねそういった条例を作る議員さんなんかも巻き込みながら。 あるいはそれ,をがそれで作ったものを学校給食で生かしていくようなそういったものが今必要だかなというふうに思います。であとこれ日本にないのが有機種苗の制度なんですよね日本は種は有機でなくてもいいってことになってるんですよね。なぜかっていうと政府が作ることを諦めてるからだから一般に売られてるあの種っていうのは結構農薬いっぱい使ってる種が多いわけですね。これを 作らない種っていうのはあの日本国内でその有機の種を作ってる種もみはこの民間の作研究所が唯一の公的なあのそういう制度でやってることだというふうにあの聞いてますけども滋賀県もねあの今年から有機に適したあの種もみを提供しますっていうことを聞いたんで。 ようやく滋賀県も腰上げてくれたよかったなと思って滋賀県の農家の人に言ったらいやもうあれだめですよって言われましたもう結構農薬使ってもいいことになってるらしいので結局それもうまくいってない感じですよねだからこれ種から有機でないと種がねやっぱり化学肥料いっぱい使っていたものばっかりだと種も記憶してるわけですよね化学肥料を待ってるわけですよねそれを使って有機農業やろうと思ったってこれうまくいかないつまり日本の農家は このアネカジメこのハンディキャップを背負ってると思うんですよね。だ政府自身がちゃんと有機診療制度を作らないといけないと思います。これ作らないと今実は大きな問題があります。っていうのは種にも書かなくていいんですよ。だからこの種は普通の種だなと思って買ったらそれがゲノム編集されてるって可能性もあるんです。14ビームかけられてる可能性もあります。こういったこと書かなくていいわけですよね。 そうすると本当の意味での有機農業ってどうできなくなってしまう本当の有機農業 EU なんかはそうなんですけども種から有機栽培されてないとそれは有機としては認められないんですよねこれがあるべきつかだと思いますだけど日本にはこれがないわけですだからこれをなんとか作っていく必要が僕はあると思いますでそれをやるためにはやはり地方自治体から変えていくのが有効なんじゃないかなと思うんですで特にですね 例えば小川町に埼玉県小川町には小川認証ってあります有機認証ってね皆さん取っておられる方も多いと思いますけどもあのとてもお金もかかるし手間もかかるこれを小川町は自治体がやってるんですよね自治体が農家を支援しながらやるこれやると僕すごくね相乗効果あると思うんですこの認証があるとあこれって小川町のものなのね 使いたると思うんですよねそういった人たちが一緒にそういった町おこしっていう形でねつっていける可能性があると思いますだからその自治体がこれ一緒になってこういうものを作っていくそして学校給食であるとかさまざまな病院であるとかそういった公的機関でも作っていくそれが底上げになると思うんですねそんな形をしていくことでこの変えていくことができるんじゃないかなと思います。今日の話はここまでにしたいと思いますどううもありがとうございました